いやいや、これ今からね、別にマジで撮るつもりなかったんですけども、今日も釜ヶ崎、三角の祭り中にちょ休憩しようまで来たらもうまさかいましたよ。フルート置いてるやん、どういうことやねん。おだーす、おだーす、新店舗の挨拶に来させていただきました。おだーす、満州と同士、満州けい子でした。